まあ全部、バーッと見てきて思うんですけど、別になんていうかその辺にいるよくいるモテなくてそれなりに知能のある人が書いたツイッターって感じですね。これ加藤が書いてたらもっと歪んでると思いますよ。加藤よりははるかに、常識人なんですよ、この人。すんごい常識人なんですよね、基本的に。なんでこういう風になっちゃったんですかねって思わざるを得ないですね。本当に。なんでこういう風になっちゃったんですかね。で、やっぱり、私は異性との関係資本。それがもう、こう、ミソジニーっていうところまで行っちゃった。加藤は別にミソジニーじゃないですよ。普通にいろんな人にアプローチしてますからね、うまくいってないけど。でも山上はなんかもうそういうことができないようになっちゃったんでしょうね。ミソジニーだからね、彼は。彼は基本的に女はずるいって思ってるわけです。女はずるいし、そのずるい女を、いろんなやり方で占有している文鮮明みたいなやつが憎くてしょうがないんですよ。安倍さんは全然関係ないと思いますけどね、そういう文脈では。文鮮明みたいなやつが、憎くてしょうがないんですよ。で、そういう文鮮明みたいなやつに、すり寄ってるずるい女も憎くてしょうがないっていうのが山上です。これはかなり加藤とは違いますね、毛色が。加藤っていうのはもうちょっとね、純粋なんですよ。彼は若いし。もっと純粋。普通に純粋な思いがいろいろあるんだけど、不器用でうまくいかないっていうのが加藤なんだけど、山上はまたちょっと違うんですよね、ちょっと。知的にひねくれてるっていうかね。で、こういうツイッターを見て、じゃあどういうことを生きているって彼もまだ生きてますけどね。考えていったらいいか。私は全然ミソジニーでも何でもないんですけど、この彼のツイートとその元になっている彼が反応しているところのツイートを見ると、やっぱりこの女性の感覚っていうのと男性の感覚っていうのがすごい隔たってるんですよね。で、特にこの山上みたいにちょっとミソジニー傾向の男っていうのは、その男性の感覚っていうのがさらにちょっと歪んだ感覚になっちゃってるので、より一層その乖離が激しいんですよ。ただ女性っていうのはやっぱり、いろいろこう男性の生理というか、わからないんですよ、そういう思いが。男だって別にそうなりたくてなってるわけじゃなくて、物心ついたらそうなってたんですよ。で、それがずっと死ぬまで変わらないわけです、基本的に。その顕在化する度合いっていうのは違いますけどね。でも基本的には同じなんですよ。で、その欲望っていうのが日々生まれてくるにもかかわらず、それが満たされないっていうことがすごく苦しいんだって。その苦しさっていうのは本当にもう生きるか死ぬかっていうレベルなんですよ。だから、なんでそんなことで犯罪を犯すのって女は思うんですよ。なんでそんなことで人生棒に振るのって思うようなことを男はしてしまうわけですよ。そのくらい生きるか死ぬかの問題なわけです。もう、それが満たせるなら死んでもいいっていうのはちょっと違くて、逆にこれが満たせないなら死んでもいいっていうことなんですよ。これが満たせれば死んでもいいじゃなくて、これが満たされないなら死んでもいいってことなんですよね。そういう感覚。で、それが女はわからない。多分全然わからないと思います。なぜそこまで発狂してしまうのかっていうのを全くわからない。で、わからなくて、いろいろ言うわけですよ。一見正論っていうかね。で、その女たちが言う一見正論の一つ一つに、山上みたいな男が傷つくわけです。私は傷つくまでいかないですけどね。まあ、まっとうな意見だとは思いますよ。女を恨んでもしょうがない。っていうのはおっしゃる通り。だからこそ、じゃあどうやったら女から承認されるのかっていうのをずっと考えてるわけです。それは建設的な生き方だと思いますよ。ただ、その世の中には、まあその企て、私が言うアップデートっていうところに失敗して、まあ何でしょう、Windows 95とか 98とか Windows 2000の OS を引きずって生きてる人もいるわけですよ。いや、それはかわいそうだなと思うんですけどね。まあ何とかしてその、
男と女の子の考え方、感じ方っていうののギャップっていうのを少しでもこう埋められたらいいなと思いますけどね。もう少し何か歩み寄りができるのではないかっていうのを思いますよ。だから私がよく言っている対価による所有っていうのは悪いことじゃないみたいな言説っていうのも女性の一部っていうのはすごい嫌なんでしょうね。まあそれはわかります。わかんないけどわかります。理屈としてはそうなのかもしれないけど、それは心情的に受け入れられないんでしょう。だからそれに非常な嫌悪感を抱く人がいるっていうのはまあわからないでもありません。まあそれと同じようなことですよね。どうしても男女は分かり合えない部分っていうのがあるんですよ。で、その分かり合えないって部分をちょっと前までは男の文脈を押し付けることでご了承してきたんですよ。で、そのご了承ができなくなったここ数十年の間にフェミニズム、ミソジニーっていうのが出てきたっていうのは、すなわち男女の文脈がすり合ってない、すり合ってないというか、もともとすり合ってないんだけど、男がご了承することができなくなったから、その摩擦っていうのが顕在化してきたんですよ。もともとすり合ってないんです。ただ顕在化してきたっていうだけのことです。それが本当にごく最近そういう風になってきたっていう、まだ本当に過渡期に我々生きてるわけですよね。だからこそ、その過渡期に生きる我々っていうのは、自分の文脈を押し付けるのではなくて、やはり相手の文脈によりすり寄っていくっていうか、すり合わせるってことは必要だと思います。私自身にも含めてね。